ジョナサン・ウィンターズはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、声優である。1925年、オハイオ州のベルブルックに生まれる。母親はラジオのパーソナリティとして活躍し、父親は保険のセールスマンでイギリスとスコットランドの家系だった。7歳の頃に両親が別居し、その後は母親に連れられて、同州のスプリングフィールドへ転居し、母方の祖母と暮らした。 地元の高校へ進学するも、その後退学し、アメリカ海兵隊へ入隊。2年半過ごした間には、第二次世界大戦へも従軍した。除隊後は大学へ戻り、漫画技法を学ぶ。後に小ビジネスの世界へ関わるようになり、地元オハイオ州において、ラジオのパーソナリティやコメディアンとして、才能を発揮。しばらくしてから、小学の軍資金と共に、ニューヨークへ渡り、 友人の家を転々としながら、ナイトクラブのスタンダップコメディアンとしての機会を得、テレビ番組などへも出演するようになった。初期の頃には、東映で制作されたアニメ映画版の最有記の英語吹き替え版などへもクレジットされている。徐々にお茶の間にもその人気が浸透し始めてからは、テレビドラマや映画など数多くの分野で活躍する俳優としての地位を確立。また同時に、 ジョニー・カーソンなどの人気司会者がホストのトークショーなどへもたびたび出演し、さらなる人気を博した。また1981年から出演したテレビドラマシリーズ、モークミンディで共演したロビン・ウィリアムズとは、親交が深く、二人の友人関係はウィンターズが死去するまで続いた。ウィンターズ自身は死去する2013年まで、精力的に芸能活動を続け、遺作は、 ニール・パトリック・ハリスら出演のスマーフにアイドル救出大作戦となった。1948年にアイリーン・ウィンターズと結婚して2児の父親となった。夫婦関係は2009年に妻が死去するまで続いた。2013年にカリフォルニア州のモンテシーロで老衰のために家族に見取られながら死去。87歳だった。ありがとうございます。